はい、皆さんどうもこんにちは、漫才一番のヒロです。今日はですね、以前動画でホタル返しの動画を上げたんですよ。するとコメントにやり方を教えてくださいとか、かっこいいですとか、なんかたくさんコメントいただいたので、今日はそのホタル返しのやり方を皆さんに解説します。実はですね、コツがあるんですよ。ホタル返しっていうのはこれのことですね。これですね、これホタル返しです。もう一回いきます。これですね。で、これなんですが、親指で倒すのも練習すればできるんですけど、親指で倒すよりも中指で倒した方が簡単です。中指で倒した方が綺麗に倒れます。で、ずっと練習すればこれもいつかできるようになるんですけど、できない人はここの自動卓にこう溝があるんですよね。ここに針の角をなんか沿うようにというか、この溝に沿うように針を並べるんですよ。で、そこから撫でるように倒していくと綺麗に倒れます。もう一回いきますね。溝に沿うようにしておいて撫でるように倒す。うまくできない人もこれで何回かやってるうちにだんだん感覚つかめてくると思うんで、自動卓のこの溝に、この溝に沿うように置いて撫でるように倒す。やってればいつかできます。もうこのあと練習あるのにですね。で、これなんですけど、これ僕一時期すごいハマってて、いつもこのここに並べてこうバーって言って友達からローしてたんですけど、だんだん友達も気づき始めて、なんか僕がこの牌を縁に置くようになったら、すごいテンパイを警戒されるようになったんですよ。だからそれだけ気をつけてください。これ以外は別に、あとセットで使うようにしてくださいね。フリーだったら普通に怒られますんで。なんかさ、創業に置いて撫でるように倒す。かっこいいですね、これね。ロー、そいつだ。1万2000円。もう要点は2つだけです。ひたすらやる、エレベーターの縁を使う、これで友達をかっこよく煽ってみましょう。ということで、今回の動画はここまです。また次回の動画でお会いしましょう。